佐々木の夫は、日本の震災欲活動家、テロリスト。元東アジア反日武装戦線、狼舞台メンバー。元日本赤軍メンバー。北海道小樽市出身。小樽市のご副業承認の子として生まれる。北海道小樽市を三笹高等学校卒業。大学入試に失敗後、家業を手伝った後上京。 兄が参加していた第三世界革命の文献を紹介するレボルト社に関わるようになる。その兄の証言では、1967年頃に斉藤はと知り合う。朝鮮革命研究会を結成し、1960年代後半からたびたび韓国に渡航し、日本の朝鮮侵略と抵抗運動史を学ぶ。1972年、斉藤と共にアイヌモシリをめぐり、 日本のアイヌ侵略史を学ぶ。1974年、大道寺正氏から、狼に勧誘されて飛行前、非合法活動に参加し、舞台の一員として、連続企業爆破事件に加を、三菱重工爆破事件では予告電話をかけた。1975年5月に、逮捕されるが、8月に、日本赤軍によるクアラルンプール事件で、長方期的措置で釈放。 出国し、日本赤軍に合流。その後、落下日光機ハイジャック事件、三井物産マニラ市店長誘拐事件にも関与したと、されている。フィリピン人名義の偽造旅券で、日本に潜入する前に、マドリードで盗難にあった京都市の会社員の旅券を、元にした、偽造旅券で1987年春頃に、フィリピンマニラ市のアパートに潜伏し、 東南アジアやヨーロッパの数カ国に出入りしていたことが1988年8月に判明した。1998年、奥平純造と共に他人名義の旅券を不正に取得するため東京を訪れていたことがこれまでの捜査で明らかになっている。現在も国際手配中である。2010年4月以降の手配写真は1998年に 撮影されたものに差し替えられた。でも私には、戦が待っている。斉藤は、東アジア反日武装戦線大地の牙の奇跡、風神社、2004年、P177、狼の牙を折れ角田隆史将、小学館、2013年、P137。でも私には、戦が待っている。斉藤は、 東アジア反日武装戦線第一の牙の奇跡 P167、狼の牙折れ角田隆師匠、小学館2013年 P131 この時の神経質そうな二人の印象が旅館の狼や役所の関係者らに記憶されており、連続企業爆破事件の捜査の突破口の一つとなった日本赤軍と東アジア反日武装戦線、日本赤軍、 東南旅券を、組織的使用バンドーら3人を確認を欧州や、東南アジアに出没。読売新聞。日本赤軍メンバー手配ポスターを更新。日テレニュース242010年4月2日日本。赤軍国際手配ポスターを差し替え。有楽町旅券窓口での写真も、ありがとうございます。